2002年 IBC ワールドツアー最終戦東京ナインボールの試合をお送りします、これよりセミファイナルに入ります、セミファイナルの選手はフランシスコ・ブスタマンテ選手対エフレン・レイズ選手です、解説は IBC 日本理事でいらっしゃいます永田修司プロにお願いします。永田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ永田さん、また非常に面白い対戦になりましたね。そうですね、今年はもうブスタマンテがすごく、調子がいいので、これは絶対いいゲームになると思いますね。エフレンはもうここまで本当に危なげなく勝ってきてますから、はい、ここのところもブスタマンテ選手の方はものすごく成績を収めて、この間の WPA の世界選手権でも、ストリックランドに敗れてしまいましたが2位という部分で、はいはい、かなり勢いがあるっていうふうに聞いてるんですけども。そうですね、IBC のミュンヘンオープンも第2戦のミュンヘンオープンも全く危なげなく、優勝しましたから、はい、まあその試合もすごかったですけれども、はい、まあこれは期待できると思います。そうですね、はい、一方エブレン・レイズ選手の方は、昨年度の覇者ということで、はい、今回ディフェンディングがかかってるんですけども、その辺のプレッシャーなんかも多少ありますかね。まあ、ここまで試合運びを見ている限りでは、まあ、全く危なげない。ただ、6ラック先取りの2セット先取りですから、はい、まあ長いようで短いようで、まあ、短いようで長いようでっていうようなゲームなので、はい、そのゲームさえ把握できれば、まあ、お互い問題ないと思いますけどね。まあ、コンディションはお互いいいですね。はい、まあ、今ルールの方ご説明ありましたけど、6ラック先取りの、2セット選手という部分で、はい、これはやっぱり駆け引きとしてはどの辺がポイントになりますかね。そうですね、交互ブレークですので、やはり自分のブレークを必ず抑えていくということと、はい、テニスと全く同じように、6対4以下で勝たないと、はい、2セット以上開けないと、はい、2ラック以上開けないと、勝てないという。なるほど、ちょっと難しいんですけどもね、はい、まあこの試合どんどん進んでいけば分かると思いますけれども、はい、まあ、6対4で以下で勝つか、はい、5対5になった場合は、はい、7対5、はい、まあ、テニスご存知の方はよく分かると思うんですけれども、はい、で6対6になった場合は、この IBC 独特の、オリジナルのゲームなんですけれども、タイブレークというゲームを行って、はい、その、セットの勝敗を決めるという。なるほど、はい、ちょっと難しいので、なんか説明がちょっとうまくできないんですけれども、はい、まあ、ご覧になっていただければわかると思います。そうですね。はい、はい、初回、ブスタマンテ選手からのブレイクですけども、これ今もう順調に取り切っているという形ですか。そうですね。もう問題ないと思います。はい。これ両者フィリピンの選手ですけども、もうお互い手の内を尽くしてる、知り尽くしてるという中ですかね。そうですね。もうお互い知り尽くしてますし。エフレンの方はもちろんフィリピンの英雄なんですけれども、やはり今年、はい、ブスタマンテの方が、はい、やはり、頭角をまあずっと表してきて、国民的といいますか、フィリピンの中でもやはりもうナンバーワンツー、はい、ナンバーツーといいますか、エフレンと並ぶぐらいの人気になってきてますよね今年。で、まあ、今年は本当に試合の前ですか、試合の前をとにかくお酒が大好きみたいなので、はい、どうしてもこうせっかくが明るいもんですから、はい、ついついこう飲んでしまうのを、もうとにかく試合の前はもう一滴も飲まないっていうのを決めてから、やはり調子がいいみたいですね。なるほど。じゃあその辺に対してのもう準備も万端なわけですね。そうですね、はい、ファーストラック目ですけども、このままブスタマンテ選手が取りそうです。はい。1セット目、1ラック目は、ブスタマンテ選手の方が取りました。これはもう無難な立ち上がりですか。そうですね。まあ本当に、今大会も調子、まあ今年本当に調子いいんですけど、はい、隣でやってるスーケットと、はい、ブスタマンテが本当に調子いいんですけれども、はい、まあこの試合もまあ大方、まあ、日本はやっぱりもうエフレンのファンが多いですから、はい、やっぱりエフレンをみんな応援するんですけれども、はい、まあ僕はまあ去年優勝してるっていうのもありますし、エフレンの方が、まあ今年はブスタマンテかスーケットか、はい、ここでやってるスーケットか、イモネに優勝してほしいなとは思ってますけどね。はい、でもまあこの部門、ブスタマンテの方が、はい、この試合に限ってはいいんじゃないかなとは思ってますけどもね。まあでも相手はまあ世界ナンバーワンのエフレンですから。はい。あと今回これレフリーがストップウォッチを持って立ってますけども、はい、これはタイム制の方はやられてるんですか。そうですね。35秒以内に、はい、プレーをしないとファールになってしまいますね。はい、なるほど。で、各ラック、1番から9ボールを落とすまでをラックという1ラックというんですが、はい、各ラックに一度だけエクステンション、はい、1分間のエクステンション延長が取れます。はい、それ以外はすべて35秒以内に、はい、去年は45秒だったんですけれども、はい、35秒以内にプレーしないとファウルになります。はい、これは選手サイドからしてみるとやはり時間のプレッシャーみたいなものっていうのは出てくるんですかね。そうですね、やっぱりこの10秒っていうのは45秒っていうのは慣れてるんですけれども、はい、やはり35秒っていうのはやはりラスト10秒になると、はい、10セカンズというふうにコールされるので、そのコールがやっぱりやたら多くなりますね。まあ35秒っていうのはそんなにも短いわけではないんですけれども、はい、でもまあ世界の活躍しているプレーヤーたちはもうほとんどそういうことが多いので、はい、まあここら辺この2人に限ってはもう本当にほとんど10セカンズも言われないぐらい、はい、慣れてると思います。なるほど。なるだけ早く、どのショットがいいのかというのを見極めて打つということですね。そうですね。はい。ここブスタマンテ選手のブレイクから始まりましたが。シュートアウト。そうですね。1番が見えてなかったので、はい、シュートアウトをして、はい、これは見事にまたセーフティーを上手に返しましたけど、まあ、これはある程度、ブスタマンテにしてるのは読んでいて、はい、今さっきのカラークッションよりも、こうなる方を選択したという、はい、まあ、ミスしてくれればエフレの方がミスしてくれればラッキーだなという感じで、まあ、これはある程度予想してた形だと思います。はい、なるほど。ブスタマンテ選手の方はこれ一言で言いますとどういう日本のファンの皆様はやはりこうブレイクが強いというイメージがありますけども。そうですね、やっぱりこの試合見てましてもやっぱり一番の転び方がやっぱり天井が高いので、はい、音としてはそんなに響かないんですけれども、まあこの後ブスタマンテの、ブレイクを見てもらえば分かりますけれども、はい、一番のやっぱ動き方が。そうですよね。やっぱりめったに見ないような動き方をするので、やはりまあ相当ブレイクが強いということと、まああれですね、やっぱりまあもちろんうまいのはうまいですし、はい、もうフィリピンではもうとにかくもうずっとエフレンの次だろうエフレンの次だろうって言われてるんですが、まあ今年、はい、まあもう開花したという感じですかね。まあ開花したと言いますか、今年ずっと勝ちまくってますから、並んだと言ってもいいんじゃないですかね、エフレンに。はい、とにかくもう常にどこついてるか、後ろから見てるともうどこついてるか分かんないような、はい、とこを狙ってるんで振ってるんですけれども、はい、やはりなんていうかタッチの長さ、ストロークの長さ、はい、でまあもちろん判断力、はい、で勝負どころでのとにかく、スーパーショット、はい、どれをとってもやっぱり、まあ、超一流ですね、世界で。なるほど。今やはり今回の選手のメンツを見てみてもこうフィリピンの方が非常に多いというやっぱ国のレベル的なものもやっぱりフィリピンというのは世界的に見ても上の方ですか。まあそうですね、もう世界で今までアメリカがナンバーワンって言われてたんですけれども、はい、今もうちょっとアメリカがトーナメントも少なくなってきてますし、はい、今はまあ僕が見るところでやっぱり世界ではフィリピンが、はい、ナンバーワンでしょうね。もう仮にまあ3人ずつ5人ずつで国別対抗戦をした場合は、はい、まあフィリピンには勝てないでしょうね。なるほど。残念ながら今回も日本の選手が、ベスト8の中には残ってないんですけども、はい、やはり日本のレベルというものはどうなんですかね。まあ日本人はもうとにかくいつも言ってるんですけどビリヤードは向いてると思いますから、はい、やはり何ていうんですか、高いレベルの中でやはり揉まれると言いますか、はい、やはりこういう中でどん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 戦っていって。で世界に出ていくことによって、日本人がどん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 活躍していくと思いますけれどもね。日本人はもう間違いなく、ビリヤードには向いてると思いますけどね。そうですか。2ラック目ですけども、ブスタマンテ選手が取りまして、ファーストセット1セット目は、2対0になりました。これは6ラック先取りですのでエフレン選手からしてみたらこれ以上は離されたくないところですよね。そうですね、まあ最初のラックが自分のブレイクを落としてますので、はい、まあ3つ離れるとこのブレイクを落とすとやはり、はい、ちょっとそうですね、はい、苦しくなりますね。苦しくなりますよね。はい、エフレン選手のブレイクです。はい、ポケットしましたので、このままエプレン選手の番になります。これ普段やっぱり2人はもう同じ国だということなんですけども、はい、練習の方はしたりとかするんですか？まあ一緒に練習をするってことはないですけれども、やはり、エキシビジョンマッチとか、はい、インビテーションで、試合をするとかっていうのは多いと思いますね、はい、もちろんフィリピンでも。はい、なるほど。まあ日本でもしょっちゅう2人でやってますけどね、はい、インビテーションエキシビジョンといいますか。はい、2番ボールをポケットしました。まあ今のも難しいショットなんですけれどもね、見事に、はい、真ん中のちょっと上ぐらいで半押しぐらいで、はい、すごく非常に同点が難しいショットなんですけれども、うん、やはり、まあ、問題なく、はい、3番ボールです。これもいました。今回これ、特設なんですけども、ビリヤードのテーブルラシャ含めてやっぱりその辺の攻略方法っていうのも多少は選手は気にされるところはありますか？そうですね、もうまあコンディション的にも最高ですし、まあ、会場はすごく綺麗な会場で品川のすごくいい会場なんですけれども、はい、まあもう選手はもうみんな特設会場も慣れてますし、はい、そうですよね、はい、で新しいラシャということに関してももう慣れてるでしょうからね。はい、てかまあこれはもうとにかく世界のトップクラスなわけですから、はい、まあどういうコンディションであれ、はい、まあすぐに合わせてきますよね。所詮やっぱりその台のコンディションとかではなく、やはり自分の、はい、集中力とか自分の調子の方がやはりウエイトを占めるのが多いでしょうね。なるほど。まあ得意不得意っていうのはあるんでしょうけども、はい、まあごくごく、一番つきやすい状態になってると思います。はい、ここは、8番を入れて残り9番です。はい、これでゲームカウントが2対1になりました。これはもうエフレン選手からしてみたら、そうですね、このラックを取られるとっていうところだったんですけれども、まあさすがですね、さすがにやっぱ2番嫌なシュートはそんなに難しくはなかったんですけれども、はい、入れるってことに関しては難しくなかったんですけど、3番のポジションが、難しかったんですけれども難なく、はい、そうですね、まあもう100点満点のショットでしたね、はい、2番が。はい、まあ、あとは、イージーに簡単でしたので、はい、当然のように取り切りましたけども、さすがですね。はい、これから永田プロ絶賛のブスタマンテ選手のブレイクです。昔はもっと強かったんですけどね。ああ、うわ、会場にいるとやっぱ音もやっぱりすごいですからね。そうですね、天井が高いですからね。今のはちょっとミスっぽかったんですけれども、はい、まあ、とにかくこの試合を通じて、まあ、1番が、普通はサイドに入らなかった場合は、はい、その対角線のコーナーに、はい、あたりでいるんですけれども、はい、それからまた単に入ってまたサイドぐらいまで上がってきますから。うん、そうですね。まあ、最近世界の試合でもこうソフトブレイクのが非常に、まあ、コリー・デール選手なんかを中心にこうやる方がすごく増えてるんですけども、はい、ブタマテ選手はもうスタイルは崩さずこのブレイクですよね。まあもちろん臨機応変にはいくんでしょうけれども、はい、まあこのテーブルはやはり強くいった方が得だと思ってるんでしょうね。はい、さっきエフレンも1番しか入らなかったですからね、これもまあちょっとヒットではなかったんですけれども1番しか入ってませんからね。はい、シュートアウトから始まりまして、セーフティーが決まって、セーフティーですね、うん、はい、ちょっと気を立てて難しいショットだったんですけれども、はい、見事にセーフティーが決まって、そうですね、でフレンはもう2番の、こっちから見ますと向こう側半分を当てに行って。で6番と8番と7番ですか、はい、8番と7番に2番を隠しに行ったんですけれども、はい、まあ少しの縦空振りをしていましたね。まあ辺も本当紙一重で当たればまたセーフティーで返すというような形でしょうね。まあ、もちろん、反対側に当たっても力加減が間違ってなければ手玉がもう隠れるっていうのもあるんですけれども、はい、まあクッションで隠すというのは、セーフティーをするというのはまあ力加減と、はい、あとまあ知識と、はい、うん、これやっぱり羅車が新しいということである程度こう気をつける部分というのはそうですね、やはり、ひねりが噛まないので、はい、例えば今のもワンクッション目ツークッション目で普通だともう少しひねりが噛むんですけれども、もちろんエフレンはそれを読んでますけれども、はい、まあ普段皆さんが、アマチュアの選手が、はい、お店でついているよりも羅車が新しい場合は、はい、ひねりが噛まないですからね。だからツークッション目でもう少しこの画面でいうと下に、はい、下に来るつもりがひねりが噛まないから、まあ、スリップするような感じで、はい、ターンクッションから、立ってきてしまうという。なるほど。うん、これはどうですかね。少し見えるんですかね。ギリギリってどうですか。まあ今のも、まあ、簡単についてますけど、はい、要は7番と9番の間にポジションしようとしてるわけですから。はい、まあほんのそうですね10センチ、5センチ強かった、はい、5センチ強いってことはもう本当にもう先玉がそうです先玉がもう何ミリ薄く1ミリもないぐらい薄く入ればもうそれ以上転がるわけですからね。はい、はい、9番かすってしまいまして、これはファウルですね。これはエフレン選手からしてみたら願ってもないチャンスになりましたね。そうですね。これで、まあ自分の1回目のブレイクを取られたのが、はい、帳消しになりますから、今年は IBC の試合で非常に起用しているルールとして交互ブレイクがありますけども、はい、これは選手の方々から見てもやっぱりいい、まあ、得意不得意があるんでしょうけれども、やっぱりまあ6落先取りということになると、普通ウィナーズブレイクだと勝者側がブレイクするともうそのまま一回もつかないでっていうことがありえるんですけれども、はい、まあ交互にブレイクしていくということで、はい、まああれですよね、必ずチャンスはありますからね。ウィナーズブレイクよりもやっぱり感覚的にやっぱり長く捉えられますよね。はい、とにかくまあウィナーズブレイクですと少々のミスは取り返せるんですけれども、はい、やはりこのオートネーティングブレイク、交互ブレイクになってくるとやはりミスがそうですよね、取り返しがつかないですね。はい、まさにもうテニスのサーブ権のいうような感じですもんね。そうですね。はい、これでファーストセット目が、2対2になりました。これで追いついたところでなおかつ、ブレイクがエフレン選手そのままになりますね。エフレン選手のブレイクの特徴としてはどうなんですかね。まあそうですね、エフレンはやっぱり比較的何も両方からなければ、左か右のとにかくこのレールからブレイクしますね。はい。どちらかというと手玉のコントロールという、ね、そうですね。1番と、このラックでいうと6番を狙いに行くようなブレイクですね。はい、ワンボールサイドにきれいに入りまして2番からですね。アマチュアのプレーヤーの方々がこういう映像を見ながら参考にする点というのはブレイクに関して言えばどういうところですかね。そうですね、ブレイクはやはり、まあイメージするならゴルフのドライバーのような感じで、結局力めば力むほど、はい、球のスピードは遅くなりますので、はい、だからやっぱりいかにその力まないで瞬発的なその捉える時だけに力を入れられるかという、はい、とにかく力まないということなんですけどもね。だからエフレンのブレイクなんかは本当にまあ力を入れないでバネだけで、はい、まあブストマンデのブレイクはまたちょっと特殊なんですけれども、腕力も加味してきてるんですけれども、はい、エフレンなんかその腕力があるわけでもないですし、本当にバネだけで今のブレイクをしているという。セーフティーからサマーズ選手からクッションから入れました。さすがですね。まあ、とにかく簡単なように見えてますけれども、はい、まあ難しいんですよね。やっぱ羅車が新しいということもありますし、まあ先ほど言われたクッションが噛まれてやつですね。でましてやっぱり今みたいに鋭角に入れる、ワンクッションツークッションっていうのはもうほんのちょっとのミスが許されないですから、鋭角に入れれば入れるほど、直角に入れれば入れるほどわずかな、はい、誤差で。まあ狂ってきますからね。まあ鈍角になればなるほど修正してくれるんですけれども、まあだから今のなんかもうすっごく難しいショットを簡単に入れてますからね。はい、これ3番ですけども6番が少しかぶってるように見えますが、これはもう6番が通ってないので、はい、まあセーフティーしに行くんですけども、どうセーフティーするかを考えてますね。はい、これは予定通りでもう完璧ですね。完璧ですね。まあ糸も簡単に9分のあそこにこう持っていくコントロールっていうのはもう素晴らしいですね。はい、まあ今はやっぱり穴とああいうふうにちょっと癖になってる球っていうのは、はい、やっぱりキスをしやすいんですよね。はい、だから今のはもちろんこうイメージできるんですけれども、もちろん7番があったということと、はい、その手玉と、はい、3番のとにかくキスをかわすのが難しかったと。はい、さあここはエフレン選手とすればそうですね、これはもう3クッション、タンクッション、超クッション、超クッションでいくか、超クッションだから2クッションでいきますよね。2クッション目でもう当たらないというのを確信したみたいな感じでしたね。これで、舛本選手からのフリーボールですね。そうですね、もっと立つと思ってたのが、ワンクッション目で鈍角に入ったのでやっぱりちょっと、はい、スリップしましたね。なるほど。まあそれだけ舛本選手のセーフティーが完璧だったというところですかね。まあそうです。もう今のはもう、まあ、形からでは本当に100点でしょうから、はい、なるほど。見事なセーフティーからフリーボールを得まして取り切っていっています。これはもう問題ないでしょうから、まあこれでまあ流れをつかめたのと、はい、まあもうこれで完全に乗れたんじゃないでしょうかね、今のセーフティーが決まって。はい、なるほど。やっぱりセーフティーをして、はい、まあファールしてもらえるとましてね、エフレン相手ですから、はい、ファールをしてもらえるフリーボールでやっぱ攻撃できるっていうのはやはりリズムに乗りやすいですよね。はい、まあ普通やっぱりセーフティーっていうのは簡単に言うんですけれども、はい、クッションで当てられてどうなるか分かりませんからね。そうですよね。はい、見事なゲームの運びでこれで3対2のスコアになりました。そうですね。これでまあエフレンのブレイクだったわけですから、はい、まあこれで自分のブレイクで、ブレイクランアウトができれば、はい、まあほぼいけると思うんじゃないですかね。はい。ただこれだけ強いブレイクを打つっていうことは、まあ、ほとんど見たことないんですけれども、まあ、ブレイクスクラッチっていうのも常に、はい、背中合わせにあるわけですから、はい、これ選手は、まあ、厚みによっても選手様々だと思うんですけども、これはやっぱり1番に厚く当てるという。そうですね、はい、厚く当てて1番をサイドはい、はい、ね、まあ、ブスタマテの場合はもちろんこっち側の、ブレイクする方のコーナーもという感じですね。はい、これも非常に強いブレイクです。今のもちょっとタイミング合ってないですからね、まだあれだけ強く当たってますけども、はい、まあ、手玉が少しこう、暴れるといいますか、はい、動いてしまってますもんね。ブレイクノーインからでこれでエフレン選手です。ここはエフレン選手とすれば取ればまた、流れを引き戻せるというところですかね。まあそうですね、引き戻すというかやはりまあブレイクが入らないわけですから、はい、ワンボールです。バンクショットでポケットしましたが、これはちょっと力加減的なものですか。そうですね、やっぱりちょっとアンドセーフというのも入ってたと思いますね。はいはい、少し当ててセーフティーですね。だからまあ1番の先のバンクはやはりまあポジションということよりもまあ入れることがまあ最優先と言いますか、はい、入れにウエイトを置いた結果、まあ、2番に入るさえすればまあ攻められますし、はい、こうやってセーフティーもできますし、はい、カラークッションからのお狙いです。タッチに成功しましたが2番ボールは見えてますね。まあ今のもほとんどイメージ通りで、はい、2番のとにかく、画面でいう右側に当てようと思って、まあ、こうまあ自分の中ではまあ上出来じゃないですかね。なるほど。バンクショットできました。うん、今のはもう入れにできましたかね。確率そうですね。カットとバンクで、はい、シュート力自分のとにかく入れるのを出して、はい、でもしとシュートミスした時の確率と、はい、ポジションの確率と瞬時に出して、まあ、今バンクがとにかく一番確率が高いと踏んで、はい、まあいってるんでしょうね。うん、これもカラクションからいきまして、うん、これは見えますかね。見えてそうですけどね。またいけない、またセーフティーでしょうね。はい、まあ今のもまあ難しい球なんですけどね。はい、セーフティー合戦といいますか、セーフティーの攻防につないでおります。この辺はやっぱり自分のシュート率にかけるのと、隠れる確率という部分でのどちらがいいかという選択になるんですか。まあそうですね、難しい球で。はい。ブレン選手ショットしまして、はい。今のも2番通ってたのかもしれませんね。はい、でもとにかく手玉をとにかくあそこの3番のとにかく裏だと、はい、うん入ってもよし、外しても入らない場合は、はい、セーフティーになるところですね。はい、うん、タッチはしましたがスクラッチしてしまいました。ここはエフレン選手はチャンスですね。そうですね。もう今はやっぱり2回ともまあお互い完璧だったんですけどね。今のはもうとにかくしょうがないですからね。はい、3番です。ちょっと3番が2番から3番が、はい、強すぎて3番がまっすぐになりすぎてしまいましたから。はい、このエフレン選手のプレーの特徴といえばやっぱりひねりをすごく使うというイメージが日本のファンはあるんですけども、どうなんですか、それはやっぱりたまに落ちて、それはもう本当に、必要に応じてですね。はい、だからそこら辺の知識といいますか、はい、知識をやっぱりよくすべてのことをやっぱり知ってますからね。はい、だからこれの球はひねった方が確率が高い球もいっぱいあるわけで、ひねったら確率が落ちるっていうわけではないんですよね。フリーボールから、8番まで来ました。もうフリーボールからの形といえば両選手とももう90% 以上の確率でほとんど取り切るっていうふうに思ってた方がよろしいですか。もうそうですね。90% 以上でしょうね。1番でもあろうが何番であろうが、フリーボールを出した時点で、はい、そのラックは 95% 以上の確率で取れないという感じですね。そうですね。これでスコアの方が3対3になりました。やはり一度ミスをすればもう回ってこないという状況ですね。そうですね。まあミスをすればというよりも、まあもちろんフリーボールファウルということはもう大きなミスですから、はい、まあフリーボールを与えるということですね。まあシュートミスは、はい、まあその後はどうなるかわからないので、まあ流れとかいろいろあるんですけどね。はい。エフレン選手のブレイクです。うん、このブレイクはどうですか。まあもう自分の中ではもうナイスブレイクって、ね、思ってるんじゃないですかね。はい。でもいいブレイクをしたからといってまああって6番と7番がひっついてるとか。はい、うん。まあ難しいナインボールの難しいところですよね。はい、ポケット C、 これは2番がもう、4番が、結局、はい、向こうのコーナーしか行けませんからね。4番が一番タンク下側にあるんですけれども、はい、切り返していって、行きたいんですけれども、まあ、引ききれないですし、はい、ここはどういきますか。まあ今のは本当にスーパーショットで、本当は4番と9番の間に入れにいってるんでしょうけど、うん、これは見事にセーフティーですね。そうですね、6番7番もトラブルも解消して、はい、見事にセーフティーですよね。とにかくまあその瞬時のその判断力、はい、判断した時のもう迷わずそれに取り組むっていうのは、まあ日本人は結構そういうところで思考するタイプの選手が多いので、はい、まあこういうところはもう本当にまあ勉強しなきゃいけないところですよね。先ほどからこう35秒ルールなんですけども、エクステンションがないですもんね。そうですね、まあとにかく早くつけばいいってもんじゃないんですけれども、はい、とにかくやはり、うん、判断力とやっぱりまあここら辺がまあ一流ですよね。やっぱ思考するということは、はい、ビリヤードはやっぱりどうしてももう本当に右脳で考えた方がいいですから、はい、イメージでとにかく捉えるということですよね。はい、イメージだけでもダメですし、はい、でもやはりだからここら辺のとにかく世界のトップというのはいかに考えていかにイメージの中で手玉を動かしているかということですよね。なるほど、まあ、その辺も日頃の練習経験からくるものがやっぱり大きいですかね。そうですね、記憶力、練習の量、はい、はい、そういうところですね。永田プロなんかもやはりセーフティーの練習なんていうのもされるんですか？そうですね、やっぱりセーフティーを練習して、そのやっぱり形でもうとにかく覚えてしまうということですよね。そこでやっぱりどん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 思考をしていくといいますか、やっぱり考え込んでいくとどうしようという、この上手くなればなるほど結局パターンが多いわけですよね。はい、結局その球によって結局5つぐらい考えられる、昔は1つか2つしかなかったのが5つぐらい考えるようになってくると、やっぱり人間っていうのはどうしても迷ってしまうんですよね。選択に。はい。はい。ペブレン選手のセーフティーが見事に決まりました。これで4対3になりました。だからそこで迷うと、やはりビリヤードはもう迷うってことはもう本当に大敵と言いますか。はい。まあ迷い出してくると、もうどんどん手玉の力加減、シュートミスが多くなってくる。もちろんビリヤードはもうミスとの戦いなんですけれども。はい。常に完璧に手玉を出すということは、まあ、本当に難しくて、はい、自分の思ってるところの妥協と、でもまあもちろん完璧なことも求めなきゃいけない時もありますし、妥協しなきゃいけない時もありますし、はい、それの結局繰り返しですからね。でましてやはりこの9ボールというのは1番から8番までは入れても、はい、相手の点数にもならない、自分の点数にもならないですから、9番が全てですから。ブスタマンテ選手のブレイクです。このブレイクもノーインですね。そうですね。ブレイクは先ほどこれ永田プロ言われてるように少しタイミングが合ってないですね。今のも、得意の左から行かないで、エフレンが右から入ってるので、はい、右から行ったんですけれども、ちょっとタイミングが合ってないですね。なるほど。ここら辺がどう、まああんだけねブレイクを最初に褒めたわけですから、はい、まあどこでどう合ってくるかでしょうね。まあこのまま合わないとやはりノーインが続きますと、やはりそうですね、主導権が相手からですからね。エフレンが入ってるわけですからね。はい。ライズ選手の方はカラークッションできましたがスクラッチしてしまいました。そうですね、今も、見えていろんなパターンがあったんですけれども、はい、まあ3番があったので、はい、まあかなりポケットが大きかったので、はい、ワンクッションで勝負に行ったんですけれども。なるほど。この辺はあれですか、やはりゲームのカウント数に応じてもやっぱり攻めるとこ、守るとこっていうのは出てくるんですかね。でももう6ラックですからね、はい、やはりそのゲームが勝ってるから負けてるからっていうのはあんまりないと思いますね。なるほど。おっと、コンビできましたがちょっと厚みがあれでしたかね。そうですね、ちょっと厚みが2番に対して厚かったですね。はい、だから7番に薄く当たって、穴のポケットの前に残そうと思ったんでしょうけども、はい、少しちょっと出過ぎましたね。だからここら辺がだからやっぱりエフレンリズムがあって、ブスタマンテがちょっとうまくいってないというかリズムを崩している状態ですよね。はい、なるほど。でもこのゲームのいいところは6ラックで終わったら普通やっぱり10レース13とか13ラック先取りですともう取り返しがつかなくなるんですけども、はい、1回切れますから、そうですよね。まあそこら辺もやっぱ楽ったら楽ですよね。はい、ここはセーフティーに行きました。カラクションからですか。ああ、惜しかったですね。今のも、もうツーウェイショットで、入ってもよし入らなくてもよしという、はい、そうですね。入らなくても8番のところでちょうど今もこれ隠れてる状況になってますからね、はい、もし2番がサイドポケットに入っても、はい、3番に、まあ、ぴったり出てますよね、はい、てかまあセーフティーミスなんですよね、はい、ボツタマウンテの、はい、タッチは来ましたが、2番ボールはそのまま見える形です。まあ今ブスタマンゼ選手の方首をひねってますけど、やはりちょっと何かが違うなという感じなんですかね、うん、リズムは違いますからね、はい、リズムはちょっと悪くなってきてますよね、はい、ブレン選手ポケットしました。うん大丈夫ですか。まあこれは大丈夫でしょうね、はい、まあ7番がちょっと突きづらになってるのか、うん、そうですね、7番がちょっと邪魔してますけれども、はい、まあエフレンは今みたいにこう普通突きづらいになると嫌なカーブが出そうでショットが難しい球があるんですけれども、はい、まあピカイチですね。本当にこのタッチを短くして、はい、ああいうショットをタッチを短くして、はい、本当に上手につきますね。コンパクトにこういくという形でね、はい、だからストロークですよね、はい、まあゴルフで言ったらまあラフに深く入ったのを、はい、まあタイガー・ウッズが上手に出すというのと同じで、なるほど、本当にまあミスなんですけれども、そのミスをちゃんとリカバリー、何にもなかったようにリカバリーしますよね、はい、ここも結局9番まで難なく来ました。はい。これでゲームスコア5対3になりましたけども、これ中田さんブスタマンテからしてみたら非常に、まあそうですね、でもそうですね、厳しいというか、まあこのブレイクなんですけどね、はい、これがエフレンのブレイクで、入るか入らないか、はい、まあもうブレイクが入った時点でまあ9割方、はい、もうこのセット、ね、このラックじゃなくこのセットはエフレンのものでしょうね、はい、このブレイクがブスタマンテブレイク入ってませんからね。そうですね、うん、やはりこれはタイミングが合ってないなっていうのはもういろいろ分かってるんですかね。まあ相手がエフレンだから力んでるのか、はい、まあもうそんなことはもちろん関係なく、ただタイミングが合ってないのか、はい、さっきまで合ってましたからね、ポケットしまして、今のなんかでもちょっともう少しクッション沿いを張っていくと嫌な球なんですけれども、はい、ちょっとまあ角に当たって、はい、まあ、ラッキーな部分ですね、ラッキーというか、まあこうなるということは、はい、まあ流れはエフレンですね。なるほど。マッチポイントですんで、このラックを取るとエブレン選手が1セット選手になります。次は2番ですが、そうですね、今のも難しい、7番と9番の間で、ポジションしたわけですからね、はい、素晴らしいですよね。もうこういう形で俗に言うできた形というふうになると、ブスタマンテ選手からしてみたらもう少し多少諦めの部分もあるんですかね。そうですね、もうブスタマンテはもう切り替えてるでしょうね。なるほど。もう次の、そうですね、このシステムのいいところはもう別にこのセットを落としても、はい、まあ次のセットを取れば、はい、むしろまあ第2セットを取った方がむしろ有利と言いますか。なるほど。まあ見てるこのゲームを見てる限りでは、はい、第2セット取った方がやはり若干有利と言いますか、勝ってる率が高いですからね。これはやっぱりあれですか、追いつかれたものを、そうですね、追いついたものですかね、そのまま勢いで第3セットがいけるということじゃないでしょうかね、はい、なるほど。ここまで無難に取り切っていってます。ムスタファではこのやっぱりセットはやっぱり2番フリーボールからの、はい、やはりこのコンビネーションが薄く入りすぎてセーフティーミスしたのがもうすべてですね。はい、そうですね。一瞬流れをつかみかけたんですけどね。これでファーストセット目はエブレン・レイズ選手が取りました。これでセットスコアが、大きくセット数でいうと1対0になりました。そうですね。でルールとしては、はい、もう永遠に、試合が続く限り、交互ですから次は、はい、ブスタマウンテンのブレイクになりますね。なるほど。まあ、この辺も切り替え材料とすればブスタマウンテン選手からしてみたら自分のブレイクからスタートですからね。はい、だから、まあ、何ですか難しいところでもあるんですけども、はい、じゃあエフレンがこのセットを落としてもいいからこのセットは思いっきりいこうとか、はい、そういうんでもないんですよね。ね、だからまあ全く、うん、まあまた五分からそうですね、新しい駆け引きがありますよね。はい、今回はまた一段とすごい音が聞こえました。まあそうですね、得意の左からもうとにかく、うん、玉砕すると、はい、もう入るとか入らないじゃなくてとにかく長方形というのは走れば走るほど必ず隅に行きますから、はい、もうとにかく走行距離を出すと、はい、すごいですね。でポケットもしっかりとしてます。ブレークが本当にはまるともうブスタマンでは手をつけられない。でブスタマンでもやっぱりブレークがやっぱりあれだけ自信ありますから、はい、ブレークが入んないと乗ってこないんでしょうね、自分が。はい、だからブレークがこういうふうに入り出すと自分がどん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 乗っていけるんでしょうね。はい、もちろんブレイクが武器ですからね、一つ。そうですね。うん、やっぱりこううまくな技術が上がれば上がるほどやはり最初のブレイクの比重が高くなるといいますか、テニスなんかでもそうですけどもやっぱりブレイクが強い方っていうのはサーブが強い人っていうのはやっぱり上に来る確率っていうのが非常に多いですからね。そうですね。ラインボールではもうやっぱりブレイクがノーインというのはもう致命傷ですからね。はい、まあお互いがノーインであればまた技術の差が出てくるんですけれども、例えば片一方が入って片一方が入らなかったらもうその時点でほとんどそうですよね。はい、この辺もしっかりと取り切っています。うん、これを取ればやっぱり2セット目切り替えできるところですよね、もう。うん、そうですね。とにかくまあブスタマンデなんかはもうブレークさえ入れば、はい、乗ってくれば勝てると思ってるでしょうからね。そうですね。この IBC の試合で6セットの、2つ取った方が勝ちというのはこれ来年も続けていくわけですか？そうですね。いろいろまあ思考を凝らしていきますけれども。まあこの試合になるかどうかわからないんですけれども、やっぱりタイブレーク6対6になった時に、はい、フットの下もう、まあ、1ポイントの上あたり1ポイントぐらいなんですけれども、はい、タイブレークというゲームがやっぱすごく好評なので、まあそのタイブレークをするためには、まあ、このゲームをやらないとタイブレークできないんですよね。なるほど。まあ先ほどなんかの試合でもそうですけども、お客さんの集まりもタイブレークになりますとこう周りを囲むように人がすごく集まりますもんね。そうですね。だから僕なんかも最初の頃はそれはないだろうと思ってましたけど、フルセットになってね、はい、それで決めんのはないんじゃないのと思ってましたけど、はい、すごく面白いですね。なるほど。オートマンが考えたんですけどね。なるほど。ミュンヘンのオランダでやった時はイモネン選手と日本の菅谷プロがそうですね、10球ずつ、10球ずつ連続で入れて、もうすごくまあ会場も全部盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。まあね、なってくれると説明しやすいんですけどね。そうですね。まあそのためには、これは6対6にならないとそのゲームは見れないんですけどもね。はい、まあそんなになるわけじゃないんですけどもね、交互ブレイクだからもう少しなっていいようなもんなんですけれども、まあ大体やはり試合の1割ぐらいですね、はい、全試合の。なるほど。そのまあこれは PK 戦みたいなような感じのタイブレークというのは選手の方はもうそのポジショニング配置の方はもう事前に当然知ってるわけですか？そうですね、もうもちろんブスタマンテが、ミュンヘンで優勝した時は、はい、準決勝がオートマンとだったんですけれども、はい、タイブレークになってブスタマンテは全部入れてましたけどね。だから初めての人は結構戸惑うんじゃないですかね。なるほど。どうしていいか分かんなくて、はい、でまあ、テニスのタイブレークと一緒なんですけれども、はい、まあ、2球最初だけ1球ついて、あとは2球ずつついていくっていう感じなんですけれども、はい、ちょっとポジションミスしましたね。そうですね、まあこれ9番があるから、はい、ラッキーですね、はい、ちょっと首を横に振っていますが。これはどういきますかね。これは9番いけるんじゃないですかね。手玉で、いや先玉で6番で、6番でですね。うん、いけそうですね。お腹空いてれば。コンビネーションショットで、これでセット数が 2-0 になりました。そうですね。まあだから例えば相手がミスしてあの形が残ってれば、はい、もうノータイムでいくんでしょうけども、自分が、はい、5番からポジションミスをしてますから、はい、まあ慌ててつかないように、はい、まあここら辺もまあ、アマチュアの選手の方なんかは勉強するところですね。はい、まあ、そんな難しくないんですけどもね、うん、でもやっぱり自分が5番から6番にポジションミスしてますから、はい、まあ、リカバリーショットというか、ね、そうですね。だからまあ、少し時間をかけて、はい、気持ちを切り替えてからつくという形ですね。まあ何のスポーツもそうですけど、やっぱりリズムを保つというのは大事なところですかね。そうですね。だからとにかく、まあ、さっきも言いましたけれども、まあ、ミスとどういうふうに戦うかということですからね、はい、ミスするためにもうとにかく動揺してたんでは、うん、ビリヤードはもうとにかく最後まで持たないですからね、はい、上手に、ミスとお付き合いするといいますか、はい、ミスをしてもミスじゃないようにすればいいわけですから。なるほど。今のもすんごいなってますからね。1番が今超クッションに入って、ターンクッションに入って、超クッションに入って、はい、まあ多分中央まで戻ってきてますね。中央まで戻ってきてますから、これ多分、はい、今ねご覧になってる方、はい、もうこんな見ないと思います多分めったに。なるほど。1番があれだけ走るっていうのを、多分あんまり見ないと思います。本当に天井がすごく高いので、はい、音はそんなに響いてないんですけれども、この1番のやっぱり走り方を見たら、はい、まあやっぱりすごいですね、やはり、はい、これやはりやっぱり腕の速度、筋力、すべてのこうタイミングですね。まあだからゴルフのドライバーで腕力のある人間がじゃあ一番飛ぶかっていうことではないですからね、はい、結局やっぱり体のバネ、タイミング、はい、でブスタマンテの場合はあんまりこう手玉がジャンプしないですからね、はい、やはりなんていうんだか、その重い球というやつですね。地の這う、地を張っていくようなブレークといいますか、手玉が暴れないですからね。はい。エフレン選手行きましたが、ミスでブスタマンテに交代です。まあ今のもう本当まさに入りそうでしたからね。そうですね。ガラクションから。まあこの試合を左右するような、また、競るのか、この1番を、サクッと入れて、はい、で取り切ると、まあもうこのセットはブスタマンテが有利になりますよね。少しポケットに弾かれたような形ですね。あ、これで1番ボールもポケットの前ですんで、またこれでまたもつれていく可能性がありますよね。はい、エフレンはもちろんもうこのセットで決めたいでしょうからね。そうですね。これはもうほぼ問題ないですね。はい。レストを使用します。これレストの使い方なんかもプロの方々っていうのはやっぱり練習をするもんなんですか？もちろんそうですね。エフレンなんかにしてみても本当にレスト使しても本当何させてもうまいですからね。もちろん左についてもうまいですし、はい、だからまあレストにしても左逆手にしても、はい、まあそれはだからリカバリーショットのうちの一つですから、はい、できるだけ使わないようにしたいんですけれども、はい、結局それをどうリカバリーするか、そのショットをどうリカバリーするかっていうのは、結局レストが下手では、はい、レストになったら飛んじゃうわけですから、ね、シュートミスしてしまうわけですから、はい、今のも左手ですよね。これがもう全て技術の差になっていきますよね。はい、長くすればするほど、使う確率が高くなってくるわけですから、ね、それをどうリカバリーするか、うん、もちろん練習もしなきゃダメでしょうし、はい、もう持ってる武器は多いほどっていう部分ですよね。まあそうですね。はい、まあエフレなんかもう左手も右もあんまり関係ないぐらい左手上手ですからね。はい、2セット目、これでゲームカウントが2対1になりました。まあここが3対0とになるのとはもう大きな違いが出ますもんね。そうですね、まあブスタまでも分かってたんでしょうね、1番、はい、あれは入れとけばっていうところなんですけど、まあブスタまでにしてみればそうですね。うん、準決勝でフィリピン同士で今もう、向こうの試合やってますけど、イモネ選手対コゲット選手やってますね。はい、これ決勝はどちらが行ってもこれ楽しみですね。そうですね、まあだから、ヨーロッパ対フィリピンアジアのそうなるだろうなと思って、こう6ラック先取りの2回ですから、はい、なかなか強い人間だと思うんですけども、結局一番端、トーナメント表でいうと一番上と一番下と、はい、うん、ちゃんと上がってきてますからね。なるほど。エフレン選手のブレイクからですが、ポケットしましたがワンボールがこれちょっと見えないですね。負けてる人間はね、来年から13にしようよとか、うん、もうそういうなんていうかこうくだらないことを言いがちなんですけれども、はい、まあちゃんと勝つ人たちはみんなちゃんとね、このどんなスタイルでも勝ってきますからね。はい、やっぱりこれビリヤードの世界だとなかなかこの新鋭で、まあ俗にこうノーマークじゃないですけども、あまりこう聞いたことない人がこういう大きな試合でポンと勝つっていうのはあまり見られないですよね。うん、まあ決勝まで来るってことはごくごくたまにあるんですけれども、やっぱりないですね、優勝っていうのはほとんど。それだけそういう経験とか場数の部分が結構大きいという競技なんですかね。そうですね、メンタル的なことがやっぱ大きいですからね。はい、うん、今の6番にキスで、狙いに行ったんですけれども、はい、まあラッキーで6番の方が、1番が、ポケットに嫌われて、はい、6番の方が入りましたね。はい、ただここは難しいと思いますね。これはセーフティーでしょうね。ああ、もっとこっちから見てるよりもっと厚かったみたいですね。はい、おお、見事にポケットしました。最高ですね、もうこれで、はい、これでちょっと8番が3番のコースを塞ぐような形になりましたが、それ今のなんかでも微妙、本当に微妙なことなんですけどね。はい、これが邪魔しに行くのと邪魔しない、まあこれは問題ないでしょうけれども、コンビで、はい、でもまあやはり、ね、気分は違いますよね。はい、あと球1個手前で止まってくれてんだと。うん、この辺がどう響いてくるか。だから微妙なことですよね。はい、だからやっぱりその自分にとってはナイスなのに、はい、やはり8番があそこに来るのと、流れもありますしね。もちろんテクニックで片付けてしまう、はい、テクニックだって言えばそこまでなんですけれども、まあ微妙なことなんですよね。ちょっと厚く入る、ちょっと強い、弱い、はい、あの2番が、まあクッションについてちょっとしたんですけれども、2番が少し厚く入る、少し薄く入る、はい、ちょっと弱い、ちょっと強い、でもう8番がああいう風になってしまうんですよね。そこら辺の微妙な差なんですよね。はい、まあ今のは簡単なコンビネーションでしたから、はい、まあイージーミスはイージーミスなんですけどね。ここはでもエプレン選手からしてみたらまさかというところで回ってきましたんで。そうですね、もうこれは2ラックブスタまでがミスしてますからね。本当は、はい、まあ 4-0 とは言いませんけど 3-1、4-0 になってなきゃいけないとこなんですけれども、はい、これちょっと薄くなりすぎましたから、はい、エウレンの方が。ああ、これは珍しいですね。あ、今のは、サイドに入れたのはもう狙い通りで。そうですね、普通はもう少し厚くして、はい、ワンクッション、もう1回で止めたかったんですけれども、はい、薄くなりすぎたので、うん、回しに行ったんでしょうね。なるほど。ちょっとエフレン選手も失敗したなという表情ですね。まあ今の手玉の動き見てれば、フォークッションで、はい、単調単調で出しにいったんじゃなく、単々でこう出しにいったような感じがありますね。そのまま切り返したような感じですかね。はい。ただブスタマンテ選手からしてみたら非常に大きい。そうですね。今のはもうとにかく流れ的にもちょっと、まずいと思うところで。そうですね。まあでもまあ一緒ですからね、この辺はもうミスとは上手に付き合ってますから、はい、ミスしたからどうとかっていうわけではないですからね。はい、ただゲームの流れではブスタマンテが今のはすごく、まあ、ラッキーだと言いますか、このセットを取る確率がすごく高くなりましたよね。はい、ブレイクもタイミングが合ってきましたからね。強烈なブレイクです。ポケットしていますので、これ1番ボールも見えてそうですね。そうですね、これは比較、2番へのポジションですね。はい、3番と6番の間に出してくるか、はい、そのまま縦に返してくるか。はい、そのまま縦に返してきて2番をサイドに。そうですね。もう少し近ければ、はい、上のチョークッションに当てに行って、2番を右下のコーナーに取ってるんでしょうけれども。なるほど。まあ見事にもう力加減もぴったりですから。そうですね。だから今の1番から2番に対してぴったりまあ出てるんですけれども、はい、やっぱりあそこら辺はもうすごく本当は難しい、力加減が難しいショットなんですけれども、はい、そこら辺をやっぱりこうビリヤードのなんですか、その初心者の方に難しさを伝えるのがまあ難しいですよね。だからそこら辺がまあビリヤード界としてのテーマでしょうね。そうですね。今1番から2番というのはすごく、はい、本当に100点なんですけれども、まあ難しいとは思いませんからね、はい、普通の人。そうですよね。まあ先ほどの6番なんかもバックショットで、そうですね、フィリピン特有の。はい、やっぱりこうブスタマンテ選手っていうのは本当に頭が動かず。まあトッププレーヤーは皆さんそうだと思うんですけども、本当に頭の位置っていうのが打った後も本当に動かないですね。そうですね。もちろんもうヘッドアップっていうのはもう、はい、もう一番いけないことですからね。ヘッドアップしてるように見えるんでしょうね、こうアマチュアの選手なんか、はい、でも体はほとんどそのショットが終わるまではほとんど動かないですね。はい、これでスコアが4対1になりました。これはもう3つ離されましたんで、エブレン選手からしてみたらちょっと厳しくなりましたね。そうですね、このセットはもうそうですね、ブスタマンテがかなり有利になりましたね。まあっていうかブレイクがさっきと1セット目ともう全然違いますからね。まあそれだけでここまでこう変わってきます。とにかくやっぱ体を動かさないっていうことはやっぱりそれもいろんな筋力とか集中力とかでやはり関係してくるんですよね。もう少しあややエースというところでしたけど、これだけの短いセットになると本当に一度のブレイクエースっていうのが非常に大きいですね。楽ですよね。だから体を動かさないっていうことはやっぱり筋力ですから、男女の差がないって言うんですけれども、はい、やっぱり女性の選手なんかがまあそういうところでやはりだからやっぱりそういう体を動かさない筋力っていうんですか、はい、やっぱそこら辺をやっぱりつけていかないと、はい、やっぱ難しいですよね。なるほど。まあ、テーブルの上だけじゃなくてこう、まあ、ジムに行くかどうかはあれかもしれないですけども、こう筋力アップのトレーニングをしたりですとか、うん、まあ、そういうのも大事な要素になってくる、ね、結局ゴルフもそうなんですよね、はい、別にまあ筋肉は必要ないんですけれども、結局体を動かさない筋肉っていうのは最低限必要なわけで、はい、まあ、よく言われてるのはビリヤードやられてる方、結構腰痛になる方がヘルニアだったりとかっていうのがあるんですけども、やっぱその辺もまあその辺の筋力でしょうかね。はい、まあ、そうですね、筋肉もう背筋腹筋、はい、まあもちろんいろんなスポーツしてれば、うん、もちろん腰っていうのは一番重要なところですからね、一番重要なところで来るわけですから、やっぱりそこら辺の筋力を鍛えないと、はい、まあもちろんダメですよね。まあ、ブレイクはやっぱり背筋っていうことはよく言われますけどね、だからブストマンでなんか背筋はもうすごいんじゃないですかね、もちろん200以上は必ずあるんじゃないですかね。ああ、やっぱりそのぐらいあるんですかね。はい、ここはエブレン選手が取りました。これで4対2になりました。ヨーロッパのオートマンもホフマンもそうですけども、もう本当に体つき見たらビリヤードのプロとは思えないぐらいの体つきしてますからね。まあそうですよね。まあイモネンにしてもそうですし、はい、ホフマンにしてもそうですし、みんなそうですよね。うん。っていうかまあスポーツですからね、やっぱり体を鍛えてないと、はい、なかなかそれはやっぱりスポーツ体を鍛えてる人間、うん、思考ちゃんと考えてる人間には勝てないですよね、うん、もちろん。そうですね。この世界的なビリヤードポケットのプロの、レベルというのも、永田プロの方から見てもかなりやっぱり上がってきてるんですか。うん、そうですね。ここはやっぱりトップのやっぱり、まあ、7人ぐらいまでのレベルがちょっと上がってきてますよね。だからちょっと日本が置いていかれたというか、うん、日本台湾というかアジアがね、はい、アジア、まあ、フィリピンは別なんですけれども、ちょっとやっぱり最近勝てないですよね、うん、だからそうですね。でも見ててもやはりやってることにしても、シュートミスにしてもやっぱり、はい、ほとんど、パーフェクトのゲームが多いですから、これはもうしょうがないよなっていうようなゲームばっかりですからね、ちょっとやはり、うん、ここら辺でまあ気がしたいところですね、日本のプレイヤーももう少し考えないと、はい、今までみたいな感じではやはり置いていかれる可能性がありますよね。そうですね。ここブスタマンテ選手ブレイクですが、また1番真ん中のところまで戻ってきて強烈なブレイクですね。本当すごいですよこれは。こうなりますとアンボールが乗ってきますよね。うん。まあ今のも球を立てて非常に綺麗なホームから、ショットですね。まあそうですね。まあ全然今のも体が動いてないですからね。はい。そのまあ世界的なプレイヤーたちがこうレベルが上がってきたというその要因としてはどういうことなんですかね。やはりプレイヤーの人口が増えたという部分なんですかね。まあでももともとトップだった連中のレベルがその下に取りこぼしをしなくなってきたって、まあ、このトーナメントを見てもそうなんですけれども、まあほとんど決勝戦で戦う相手がこう同じ顔ぶれになってきたというか、優勝する人間がやはり限られてきましたよね。はい、だからやはり今見ててもレベルが一つ違いますからね。だからミスをする、ミスというのはまあそのポジションミスは別としても、結局その何ていうかそのラックを取る確率といいますか、まあ中でもアジアの活躍というのが非常にここ近年目立ってきていますけども。まあそうですね。だから日本なんかももちろんずっと世界レベルだったんですけれども、はい、まあここ何年かはちょっと勝てなくなりましたね。これで2セット目は5対2、マッチポイントになりましたね。セットポイントね。あ、セットポイントですね。すみません、失礼しました。2セット目のセットポイントですね。やはりこうブレイクが入り出してタイミングが合ってくるとブスタマンテが少し有利になってきてますね。うん。まあエフレンはね、第4ゲーム第4ラックのやはりまあ8番のスクラッチがやっぱりここまでまあ何もできてないわけですからね。そうですね。ああ、うん、こういうことになっていきますよね。ブレイクでスクラッチしてしまいました。3番が入ってますから、まあほぼ2番にポジションさえすれば、はい、もうここだけですか。2番のところ。そうですね。はい。これが3番かな。あ、ノーインだったんですね。はい。3番がして、2番が最後ですね。2番だね。このブッサマンテ選手というのは、しばらくヨーロッパの方にもうずっと住んでいたという話を聞いたんですけど。そうですね。ずっとそうですね。もう十何年前からドイツにいますね。ああ、英語ももうすごく達者ですもんね。ですね。ドイツ語も達者ですね。はい。今のももうナイスですね。サイドにポジションしに行ったんですけれども、はい、少し強かったので、コーナーに切り替えて、そうですね。6番に隠れるので、はい、コーナーに切り替えて。はい、3番にポジションしたと。うん。まあ今のもリカバリーショットですからね。はい。でこれでまあよく言うまあできたと。できたということですね。まあこれでもうポジションミスするところはないですよね。はい、うん。まあゲーム運びのうまさといいますか、すごいですね。この辺も難なく6番にポジショニングしてきました。エフレンが第4ラックにやってしまったので、まあエフレンにしてみればもうじゃあ第3セットで勝負じゃと、はい、もう切り替えてるところですね。もう切り替えてるところですね。なるほど。はい。なかなかやっぱりタイブレイクにはならないですね。まあこれで1対1ですからね。第3セットが楽しみですね。はい。はい、はい、これで、はい、ブッサマンテ選手が2セット目取りました。これでゲームカウントが1対1になりました。これよりフルセットの、3セット目ですけども、長田さん面白くなりましたね。そうですね。やっぱりまあ2セット目はブッサマンテが走りましたね。やっぱりブレイク入るとやはりそうですね。まあエフレンがまあブレイクスクラッチもありましたしね。はい。だからもう完全にもうイーブンで。はい。このファイナルセットじゃないですかね。迎えられるってことですね。ブッサマンテ選手からのブレイクですがポケットしまして、このままブッサマンテのプレーになります。これはもう心理状況としては本当にもうこれで勝負っていう形ですね。そうですね。だからエフレンがどうやって切り替えてるかっていうことでしょうね。はい、まあずっと見てるとやっぱり、第2セットを取った方が、はい、まあ第3セットを取る確率が多少高いんですけどね。はい、まあでももうこの2人ですからね。はい、うん。取り出しの1番やっぱり今ちょっと急立てて難しかったですね。今もまあ難しいですからね。はい、いやまあこれ隠れてますから、はい、今のなんかはミスしてるんですけれども、はい、まあ結果隠れてますからね。はい、これを要はエフレンがどう返すか、うん、ですもんね。はい、これはチョークッション側からですか。微妙ですねこれ。まあ、はい、一番右なんか見えてそうですけどね。はい、右のチョークッションからいくか下のターンクッションからいくか、はい、ですね。ターンクッション側からいきました。うん、だから今のはもう自分の中で、クッションセーフティーのイメージが湧かなかったので、はい、もう要は強くいってという感じですね。はい、ここは決めていきたいところですが、あ、簡単ではないですねこれ。はい、ナイスですね、はい、まあ今のも簡単じゃないんですけどね、はい、まあこれで4番に厚くさえ出せれば、はい、まあほぼそうですね。今みたいにあれ少し球を立てたりですとか、突き面の場合っていうのは、まあ、一番アマチュアの方々っていうのは外し頃といいますか難しいと思うんですけども、この辺はなんかポイントみたいなものってのあるんですかね。だからやっぱりタッチの長さを長くすればするほどやっぱり球が立ってると、はい、どうしてもミスが生じやすいので、やっぱりそのタッチを短くするということが重要ですよね。フォローを、あまり出さないという形ですか。そうですね、はい、まあその辺も参考になる部分というのは非常に大きいですから、アマチュアの方々もビデオを見て本当に研究していただきたいという、ね、まあとにかくまあエフレンがまあとにかく球をこう立てるつきにくい球っていうのはもうピカイチですね。だからスローももちろんハードになればなるほど飛ばす確率は高いんですけれども、はい、で体を動かさないでタッチを短くするというつき方をやっぱりまあビデオを見ながら、はい、参考にすればいいんじゃないですかね。なるほど。ここも8番をポケットしまして9番にポジショニングです。うん、はい。3セットファーストラック目、トマット選手が取りました。これで 1-0 になりました。まあこれはブレイクをキープしたという形ですからね。そうですね。うん、まあ1番外したんですけども、見えなくなりまして、そこから見える球が来て取り切ったという形ですね。そうですね。はい。これあと今回レフリーラックでやられてますけど、これ選手の方からしてみたらラックを組む組まないというのはやっぱりゲームの流れといいますか、こうリズム的なものっていうのはどうなんですかね。まあやっぱりラックはラックに自信のある選手がいるみたいなんですけどね、やっぱりラックはやっぱりレフリーが組んでもらう方が自然ですよね、見てても。そうですね。まあラックも、まあ、これは意見が分かれるところなんですけども、僕はやっぱりラックで勝負する競技じゃないですからね、はい、ラックは技術だっていう人もいるんですけれども、まあ基本的にはやはりレフリーにやっていただきたいですよね。そうですね。でやはりまあなかなか平等にはなりにくいんですけれども、はい、まあやっぱり平等であればそれが入ろうが入る前が、はい、そうですね。エブレン選手のブレイクポケットしましてこのままプレーになります。取り出しの2番ですが、はい、入れて、今のこっちから見るとよく分かったんですけども、2番が今厚めいっぱいに入りましたよね、はい、その分、白いボールが今ちょっと出なかったという感じですね、はい、ここ大事なところですよね。うん、ファイナルセットですから、はい、まあ比較的簡単なクッションセーフティーが残ってるんですけれども、はい、まあレストですからね、まあ簡単に、はい、この辺はキックと呼ばれるプレーですかね。そうですね。だからまあでも今レストですからね、はい、まあだから、まあ、ナイスリカバリーですよね。まあああいうのは、中田プロが先ほど言われてたこうセーフティーの形といいますか、そういうプレーですかね。もうだからそれしか今のなんかはまあそれしかなかったんですけれども、はい、まあもうひらめいてそのまま。なるほど。でもまあこれはもうほとんどあの形からでは100点に近いですからね。はい。丸々1個隠れてます。これジャンプでいくんですね。はい。あんまり見ないですからね、2人のジャンプ級っていうのはね、はい、あんまだから上手じゃないはずなんですけど、はい、やっぱ今なんかもう3番があってクッションから浮いてるということはやはりクッションセーフティーが難しいんですよね、はい、もちろんクッションを当てること自体もやはりクッションの近くにある、まあ、今でいう7番の位置にあるのと、はい、やっぱりこういうふうに空中に浮いてるのはもう全然やはり違うんですよね。だからもうクッションセーフティーがないから近くジャンプでいって、まあ、入れに行ったというか、はい、まあわよくは手玉が4番と8番のまあ下側に来ればいいかなっていう感じですけれども、はい、まああんまり見たことないですから絶対上手なわけないんですよね。はい、いや年間でいう隠れる打席数がやっぱり違うのでクッションセーフティーももう2人にしてみれば武器ですから、はい、あんまりジャンプをすることがあんまりないでしょうからね、もちろん練習はしてるんでしょうけど、まあよく、まあ、言うんですけど、まあ、年間のとにかく打席数が違うから、はい、僕もジャンプは下手なんだって言い訳をしてるんですけど。はい、はい、ここまで順調に来ています。これで、まあ、レフトからのセーフティー見事に決まって1-1になりますね。そうですよね。だからもう、ずっとこの試合通して言ってますけれども、結局、まあ、ミスはするんですよ、エフレンでもね、はい、ああやって厚めいっぱいから入るとか薄めいっぱいから入るとか、ミスをするんですけれども、はい、そのミスをミスじゃないようにするのがやはり、はい、結局一流なのか超一流なのか、はい、二流なのかっていうところで分かれてくるんですよね。なるほど。本当に引きずらないという部分でしょうね。もちろんリカバリーする技術、はい、でもちろんそのミスはするんだと思って、やっぱりそのミスしたことによって今隠れたことによって落胆してるようでもダメですしね、はい、そんなことでとにかく心が動いてるようではやっぱりここら辺の選手にはまあ絶対勝てないですよね。なるほど。ゲームカウントが1-1、この第3セットも今1-1ですね。でブスタマンテ選手のブレイクです。まあ非常に真剣な顔つきといいますか、まあファイナルセットですかね、勝った方が決勝ですから、はい、そうですね、まあ決勝もまあソクエとかイモネンが来てもまあ自分たちの方が分がいいと思ってるはずですからね、この2人は、はい、もちろん分からないんですけどね、はい、分からないんだけれども、まあ、分がいいとは思ってるはずですから、まあお互いここが山場だと思ってるはずですから。そうですね、まあエブレン選手に試合前に聞きましたら、やっぱりできれば決勝でこう当たりたかったということは言ってましたね、同じ国同士ですから。まあそうですね、はい、でもまあフィリピンって13人かぐらい残ってましたから、エントリーすごかったですからね、13人ぐらい64決勝トーナメントに残ってましたから、はい、それはもうしょうがないですよね。はい、これはちょっと弾きがあれだったんですかね。まあそうですね。まあ問題ないですね。はい。はい。これも見事に決めてきてます。これもだから配置的にはこう薄くなると嫌な球なんですけどもね。はい。7番と9番のところに9番がありますからね。はい。これちょっと薄くなりすぎたんじゃないですかね。はい。バックから構えてますが、でもなんか、今のはもう9番に軽く当ててということですよね。軽く当ててって感じですね。はい。ここではどうですか、7番と9番が、だからコンビに出したくないんで、やはり6番を手玉をターンの方に持ってきたいんですけど、はい、こういうのに来て、これ手玉を、7と9の間に入れに行くかチョークションまで引き切るかっていうことですけど、はい、まあこの形だったらまあ7と9の間に落としに行くでしょうね。はい、これはもうそうですね、6番がうまいというより、まあ、もう5番から6番がうまかったっていうんですよね。はい、まあよく俗にこう3つ先までこう確認した上でのポジショニングって言われてますけども、はい、はい、やっぱりそこが基本になりますか。まあそうですね、もうそれがこういうのも基本ですからね、はい、もちろん1番の時点で9番まで見るんですけれども、やはり3つ今例えば2つ先だったら7番がまっすぐになってもいいんですけれども、やっぱり8番がこちらなので、はい、振りがないと8番にポジションできないわけですからね。この辺も綺麗にポケットしてきまして、9番にポジショニングもぴったりですね。これは見事なランナーですよね。はい、これでゲームカウントが2対1になりました。次はエブレン選手のブレイクになりますね。もうここまで来たら自分のブレイクの時は、落としたくないと言いますか、もう落としてはいけないゲームになりますね。取っていくってことですよね。はい。もちろんでもそこを意識しすぎて、大事に行き過ぎてもダメなんですけどね、だからやはり自分と戦う、相手とじゃなく自分と戦って、自分のできることを精一杯するという、ことでしょうね。もうここら辺のレベルになってくると。はい、今回のこの試合、2番ボールを一番後ろの、ひし形の一番後ろの部分につけるという。そうですね。ゲーム進行上やはり2番がやっぱり一番下にあると、やはりどうしても確率の問題で、早くなりますので、2番がやっぱりタンクッションにいるのと、1番がやっぱりどうしてもロブスターモンテはセンターまで来ますけど、1番がやっぱりこの形がどうしてもやっぱり多いんですよね。1番が入る確率ももちろん高いですし、2番がやはり、向こう側のタンクッションにあるとどうしてもセーフティーになってゲームが遅くなるということで、2番を一番下にしとけばやはりどうしてもこっちへ帰ってきたりとか、空中に浮いてることが多いので、2番を下っていうふうにゲーム進行上してますね。はい、もうこれはもうできた配置になりますかね。そうですね。はい。だからこれはもう結局やっぱりアマチュアの選手なんかもやっぱり勉強するところが結局そんな思考してないですよね。はい。結局よく自分ができることをそのイメージの中でショットしてるからこういうふうに思うようにいくわけですよね。なるほど。どこをつかなきゃいけないとか、日本人の悪い癖なんですけどもね。はい。どこをつかなきゃいけないとか、この球はこういうふうにつかなきゃいけないとかじゃなく、もう普段やってることをそのまま身を任せる。なるほど。考えなくても体が勝手にやりますからね。それぐらいのレベルをアマチュアの上手な方でもみんなあるんですけどもね、どこをつかなきゃいけないとか何をしかなきゃいけないとか、どうしても考えすぎる部分が日本人は多いですよね。なるほどね。これで2対2のイブになりました。これビデオ見てでも画面見てでも分かるんですけれども、ロブスターマウンテンなんかもうどこついてるのかもうさっぱり分かんないですよね。真ん中なのかなと思ったら球を見るとひねってたりとかっていう場面が非常に多くありますもんね。これ会場も非常に大勢のファンが来ていただいてますけども。そうですね、朝早かったです。徐々にお客さんも入ってきましたし、チケットは全部売れてるんですけれども、やっぱこれだけの世界のトッププレーヤーが間近で見れるという場面がそうはないですからね。そうですね。ここに来ていらっしゃる方は本当にもう熱心なビリヤードフリークといいますか。そうですね。やっぱり近くで見るっていうのをね、こうやってビデオでね見るっていうのも研究で大事なんですけど、やっぱりなんていうんですか、間近で臨場感をやっぱり緊張感を味わいながらやっぱり見るっていうのはやっぱ楽しいですよね。そうですね。今グリップが映ってますけど、これはもう今のなんかはもう芯から当たってますよね。手玉も中央付近にありますし、やっぱり今手首のスナップ映ってましたけど、かなりこう軽くと言いますか。そうですね。とにかく、力が入らないように、ああいうふうに振ってるんでしょうね。なるほど。それでインパクトの瞬間に握り込むという形ですかね。握り込むというよりも力が、勝手に入ると言いますか。なるほど。絶対にその握るっていうイメージをしなくても必ず、インパクトの瞬間には力が入りますからね。なるほど。どちらかというと。もう別に本当に力を抜くぐらいで球を前に掘り出すぐらいのつもりでちょうどいいぐらいじゃないですかね。なるほど。これを見られてる方はこうサマンテ選手はなんか特殊な球を使ってるんじゃないかというふうな見方をされる方もいらっしゃるかもしれないですけど、そんなことはないですよね。ちょっと重いですけどね、サマンテのは。エフレンは軽いの使ってますけど、なるほど、やっぱり重い球の方が強くこう割れやすいといいますか、パワーがあるっていうのはありますかね。重い球、それは触れれば触れるほどね、はい、あとは右腕の腕力と相談でしょうね、はい、だからいかに自分が球、もちろんバランスもありますし、球スピードが一番速くなる球、はい、だからやっぱりもちろんそこら辺もやっぱりいろんな球を使ってみて、はい、研究しなきゃダメですよね。そうですね。でもナインボールを戦う上でやはりブレーク球は本当に大事ですから。最近いろんなメーカーでも本当にブレーク球専用球みたいな形もいろいろ出てきてますからね。そうですね。本当にやっぱりどんどんやっぱり道具も進化していってますから、はい、やはりブレークが自分がどういうブレーク球が合うのか、どういうタップが合うのかっていうことをやっぱり研究しないと、はい、なかなか研究してる人には勝てないですよね。なるほどね。自分は何でもいいんだっていうふうに、言う人もいっぱいいますけどね。はい。そうじゃなくやっぱり。何に対してもやっぱりそうですね、そういうことは思考した方がいいですよね、はい、イメージではなく。そうですね。ゴルフなんかでもテニスなんかでもそうですけど、やっぱりもうどんどん道具が進化していってますからね。ビリヤードもやっぱりもうどんどん進化してきてますからね。はい、ここも綺麗にブレイクランアウトしそうです。はい。今のはもう本当に、少し途中で4番でしたが、はい、ポジションミス逆になったところがあったんですけれども、はい、その後ナイスリカバリーで、お互いブレイクをキープしているという状態ですね。そうですね、はい、これで、3対2になりました。こうなるともう1回のミスが、ゲームを左右すると言っても過言ではない形になってきましたね。そうですね。もうなんかこう雰囲気的に、ミスをした方がなんかこう負けるみたいな、もうミスしたら一気に走られそうな感じですよね。そうですね。エフレン選手のブレイクからスタートです。ノーインですかね。ノーインですね。はい。しかし1番が8番に少し隠れてますね。大事な球ですね。これをきちっと、守れれば、はい、かなり有利になるところでしょうね。はい、ちょっと攻めるにはでも2番が穴前ですからね、はい、カット勝負しても、はい、シュートアウトですね。本当は自分が行きたいんでしょうけどね、はい、もう時間がなかったんで、もうしょうがなくシュートアウト、はい、イメージがわからなかったんでしょうね。はい、同じようなところにこうプッシュアウトをしまして、はい、エブレン選手の動向を見るという形ですよね。本当は自分が行きたいんだけれども、ちょっとセーフティーするにしても、はい、セーフティーするならこの5番に隠して長と長に分かれさせたりとかするんですけれども、はい、パスですかね。パスですね。ちょっとイメージが分からなかったんでしょうね。はい、で時間を稼いでる間に、はい、多少エフレンがパスするぐらいですからね、だからやっぱり難しいんでしょうね、こっちから見てるよりも。はい、セーフティーに行きましたが、3番ですか、3番に隠しに行ったんですけれども、やはり薄かったですよね。そうですね。もう丸々見えてしまってますね、これは。どうしてももっと本当は厚く当てにいきたいんですけど、やっぱりどうしても8番が気になるので。そうですね。ここのセーフティー、ミスと言っていいかどうかわからないですけども、取り切るとエフレン選手からしたらブレイクをやっぱりキープすることになりますからね。そうですね。はい、ちょっと薄かったですね。2番はこれ問題ないですね。はい、ただ5番がうん、6番と9番の方で、うん、どっちも、コーナーが塞がってますから、はい、コンビで行くのかサイドまで、そうですね、はい、サイド下まで出すのか、はい、まあ6番が比較的穴の前にあるので、はい、サイドにポジションしやすければサイドにポジションしたんでしょうけどね。ここもそうですね、サイドにポジションしそうですね、はい、うん、まあ今のも簡単についてますけど本当は難しいんですけどね、この力加減、はい、コース、厚く入っても薄く入ってもダメですし、はい、まあこれら辺は本当にもう早いですよね。まあ、ある程度ここに出すここに出すっていうのが本当に決まってからこうついてるような形で早いですね。ちょっと今渋い表情しましたが、ね、ちょっと強かったんですけど、ね、ちょっと強かったでしょうね。コースが、まあコースが違ったんでしょうね。はい、まああんな突き方でしたからね、伸びきって。はい。うん。これのリカバリーはさすがです。はい、見事にドローショットで決めて綺麗に9番にポジショニングです。これで3対3になりました。もうお互いもうブレイクをキープしてるという形ですね。そうですね。だから今のもうちょっとだからエクステンション延長を使ってやっぱり考えたいところでしたね。はい、シュートアウトにしても、はい、攻めるにしても。はい、そうですね、ワンラックごとにエクステンションは1回使えるんですよね。うん、はい、だから、やはりギリギリ2分の1に当てる3番を1番を走らせるっていうことができなかったんでしょうね、薄く。なるほど。ラックをチェックしてブスタマンテ選手のブレイクになります。ますます面白くなってきましたね。そうですね、これで手首の、うん、非常に速いブレイクですね。もう今のもすごい、はい、これはやっぱりエフレンに対してもやっぱプレッシャーになりますよね、相手に対しても、ね、どういう残るかっていうのはあるんですけれども、やはり確率の問題でテーブル上にあと6つしか残ってないわけですから、はい、隠れる可能性もかなりパーセンテージとしては減りますし。速度でいっても他の選手よりもかなり手玉速いスピードでしょうね。違いますよね。もう一番のとにかく動き方見てもやっぱプレッシャーになりますよね。はい、こうなると。はい。自分はねエフレンさっきは入らなかったわけですからね。そうですね。もう綺麗にバンクショットで決めて、3番にポジショニングです。ここはもうコンビに狙いに行ってますね。そうですね。楽にだからもうこの結局ほとんどエネルギーを使わないで。そうですね。難なく4対3になってますからね。はい、これで4対3になりました。ナイス取り切りというよりも本当にナイスブレイクって感じですよね。まあ少しここはエフレン選手からしたらプレッシャーのかかるところですか。あ、そうです。もうだから、うん、ここら辺はもう本当に考えてないと思いますよ。その一個一個確実に目の前のことをできることをしていくとか、セット数が4対3だからじゃあ守ろうとか攻めようとかっていうのはもうないと思いますよね。もう一球入魂で一球一球と、目の前の球でできる自分ができることを、はい、もうとにかく一生懸命すると、うん、それでとにかく、シュートミスしてもポジションミスしても、はい、もうそれはそれだっていう勝負どころではありますけどね。なるほど。このブレイクは非常に重要になります。エフレンは先入ってませんからね。はい、でもやっぱりああいうのを見てると力んだりとか、余計なところで力が入ったりとかってしてしまうんですよね。はい、なるほど。ブレイクです。いいブレークなんですけどね。はい、でもこれもノーインですね。まあレフェリーが立ててますから、ラックの位置は何かっていうのも基本的には同じでしょうし。そうですね。だから、はい、もう本当にスピードの差でしょうね、これは。はい、これ映像で見てるとエフレン選手のブレイクが弱い風に映るかもしれないです。これは決してそういうことではなくエフレンはまあ普通ですよね。ですよね。標準値よりちょっと上っていうぐらいなんでしょうけども、はい、でもエフレンはもう手玉のコントロールがピカイチですからね、ブレイクでも。はい、最初入ってたんですけども、やっぱ微妙に球が汚れてきたりとかすると、やはりブレイクが変わって、ラックが変わってきますからね。なるほど。これはシュートアウトですね。これはやっぱり2回連続シュートアウトの攻防になってますから、はい、さっきなんかもやっぱりエフレンがやっぱりちゃんと難しいっていうことを判断して、はい、そのセーフティーの後、自分がクッションセーフティーするにしてもこのセーフティーしかできないだろうということを予測して、はい、ちゃんとパスしてますよね。はい、ここもこれパスですね。パスですね。だからエフレンだから何でもできそうに思うんですけれども、はい、結局すべて瞬時に今30秒ぐらいですよね。30秒も考えない間に、パスしてますよね。はい、うん、これは今シュートしに狙いに、そうですね、はい、勝負に行きましたね。はい、しかし惜しかったんですけども入らないでプレイヤーチェンジになります。ワンボール。そうですね、これはちょっと距離があるので、はい、まあエフレンの得意のやっぱり下のこの下の同点ですよね。2番から3番です。動かして、はい、もうこうなると配置的にはどうですか？そうですね、問題ないですね、これもね。はい、まあこの3番から4番にポジションできればもう、はい、でも振りももう問題ないですからね。まあ勝負いったんですけどね、ブスタマンってね。だから今のが入ってもこのラックを取れば、はい、と思ってやっぱ勝負いったんでしょうね。はい、前ぐらいからしてみたらしっかりとキープができそうな形ですね。まあそうですね。だからちゃんとまあ結局相手のことを考えてパスしてる。やっぱり瞬時にやっぱり全てのことを考えてやっぱりちゃんとパスしてる、行きたくなるところなんですけどね。レフリーにしてみればでもやっぱり難しいからもうじゃあやってみろというところで、やはりちゃんとミス、相手のミスを誘発して自分がやっぱりそのラックを取ってるっていうことにやっぱりまあ。そうでしょうね。まあ自分が難しいと感じるのは当然相手も難しいあれですからね。だからそこら辺はやっぱりまあさすがですよね。はい。でも難しいことなんですけどね。そうでしょうね。35秒以内に判断しなきゃいけないわけですから。はい。ここも難なく綺麗にポジショニングしてきています。はい、これでゲームスコアが4対4の面白くなってきましたね。だから最初うまく説明できなかったですけれども、はい、これで、どっちかが5対4になって、はい、6対4になったらそのまま終わりなんですけれども、はい、もし5対5になった場合は、普通でしたらそれがまあ最後のラックになるんですけれども。はい、テニスと全く一緒で、はい、7対5じゃない限りは終わらない、2つ開かない限りは開かないデュースということですよね、その時点で。はい、なるほど。で、6対6になった場合にはタイブレークで、はい、そのまあこれでしたら6対6になったらその試合を決めるということになりますよね。はい、なるほど。これ選手によってはタイブレークに持ち込みたい、持ち込みたくない、多少その辺はありますか？いやまあもう決めたいでしょうね。6対4で、6対4か7対5で決めたいでしょうからね、それは。はい、まあブスタマンテはブレイクが当たってきてますから。そうですね。うん、ブレイクはどうでしょうか。はい、ポケットをしました。これ1番はここまで返ってきてますね。これはぜひ皆さんもビリヤード場でやられるとどのぐらいパワーがあるのかっていうのを非常に分かるところですかね。音だけでは分かんない部分が絶対にありますからね、はい、こんなことはありえないですからね、はい、普通だと穴の前にあって3番で隠れてるとか、はい、そういう感じなんですけど、うん、もうやはり強いようにフルショットしてるように見えないんですけどね、うん、やっぱり武器ですよね、こうやって毎回毎回入れば。はい、はい、ここはオンボールをきれいに入れてきて2番にポジショニングもできてますね、はい、これは隣に6番9番ありますけども、そうですね、これは6番4番と6番の間を通しに行くんでしょうね。こっちから見てるよりも9番と2番の間が空いてるんでしょうね。はい、ああ、プレッシャーのかかるラックなんですけどもね、はい、今の1番も上手についてますし、2番も上手についてますし、はい、またこれ4番から5番が左の、はい、ターンクッション側にありますから、このやっぱ4番の振りがすごく大事ですよね、はい、熱くなってもダメですし、はい、こういう局面になってくるとやっぱあんまり薄くもしたくないんですよね。やっぱりなるべく手玉の距離をこう走らす距離を長ければ長いほどやっぱり難しいということですね。これはどうですか。だから自分の中ではまあちょっと強いんでしょうけども、まあやっぱり100点ですよね。まあ100点ではないですけど、まあ OK ですよね。でここからまた6番に戻さなくてはいけませんからね。よろしくお願いいたします。少し間を取りました。このまま、もう少しあと球がそうですね2個ぐらい前だともう何の問題もないんですけど、やはり、はい、クッションに近いですからね、はいはい、まあ、ラフに入ってるようなもんですよね、ゴルフでいうと。なるほど、まあ、暑いですねやっぱりこっち上から見ると余計。ナイスですね、しっかりと出してきてますね。だからまあこのやっぱり煮詰まったところでね、はい、やっぱり素晴らしいですよね、このリズムも全く変わりませんし、はい、ちょっと弱いんじゃないかな、うん、なのでまあもちろんプレッシャー変わってますよね。そうですね、まあここのラックを取ると非常に勝利に近づきます。思わず苦笑いですね。今のも多分そうですね、はい、半ポイントぐらい違うはずですから、ね、まあ危なかったですよね今の。ブスタマンテ選手取りまして、これでゲームカウントが5対4になりました。これで次のラック取ればそのままブスタマンテ選手の勝利になるわけですね。だからもう、はい、ブスタマンテがもうこのまま、エフレンが勝つためにはもうあと3つ連続で取らないと、ね、うん、勝ちはないわけですよね、はい、でこの時点でまあちょっとホッとしますよね、はい、まあ、ホッとはしてないか、うん、エフレンはまあ非常に重要なブレイクで、また2回連続入らなかった右から、まあ、画面でいう下からブレイクするのか、ブレイクの位置を変えるのか、どうでしょうかね。非常に硬い表情で、そうですね、右から行くみたいですね。あくまでもワンボールをサイドに狙いに行くと。ここも多いんですね。多いんで、これ3番9番がコンビでいけそうな感じですからね、はい、これ見えてますね、まあやっぱ距離がありますから、まあ、簡単ではないですけどね、はい、かも4番がタンクッションにあるので、はい、そのまま押していくと、うん、どうするでしょう。うん、厚みを確認してみます。うん、コビも簡単じゃないですね、こっちから見てる分には。はい、相当薄いですね。うん。イメージがわからなかったんでしょうね。はい。どうしても4番に当たるというイメージで、はい、うん、やっぱり引きれなかったんでしょうね。なるほど。ちょっとこれミスですね、はい、もう少しやっぱり完璧にしたかったですね。これは古谷選手はまたセーフティーで返す、ね、そうですね、もう全部見えてますから、はい、これはもう狙い通りですか。そうですね、だから、1番を、はい、4番に隠して、でもちろん、手玉はサイドポケットの向こうに入れに行ったんですけれども、はい、手前に入りましたけどね。まあスクラッチ危なかったんですけど、はい、まあ非常に高度な、はい、セーフティーですよね。なるほど。で1番がそこに止まってなきゃいけないわけですから、はい、これは1番見えてるんですかね。これちょっとそうですね、見えてますね、これも、はい、これはカーブをちょっと刺して、はい、うん。これも多少見えてますかね。ただどちらにしても距離がずっとこうありますからね、簡単なセーフティーにはないですよね、はい、見えてますねこれ、はい、これも球に当てて隠すと。5番に手玉、あれは5番をかわして、そうですね、だから少し1番に対して厚かったんですよね、はい、厚かったんですかね。これどうですか、少しやっぱエフライ選手らしくない部分も。いや、まあ、難しかったですか。難しいですからね、全部。今のセーフティーはやっぱりお互いどっちも難しかったですからね、全部2球ずつ。これは比較的簡単なのでやっぱりちゃんと決めたいですよね。これもちょっと強いね。これもミスですね。これは今のも1番に対して厚すぎましたね。本来であれば9番の裏で手玉が2号の中で隠れるという形ですよね。2568がありますからね、すごく壁になってるんですけども、ここはどういきますかね。一番ボールをラッキーっていうところですか。もう今のはもう 100% 攻めにいってますからね。そうですよね、ラッキーですけど、まあでもこれもうセーフティーに簡単じゃないですね。はい、まあなめにいって3番の裏、はい、攻めに行きましたね。あれ今のは攻めましたね。今バンクでサイドに行ったんですかね。サイド行きましたね。今相当攻めましたね。でも手玉を多分タンクッションに残す自信があったんでしょうけど、多分手玉が今全然違ったんでしょうね。はい、出てきちゃいましたからね。セーフティーして3番の裏に隠す確率よりもこっちは高かったんでしょうけど、はい、強いです。こうなるとブスタマンテからしてみたらもうテーブルは渡したくないですね。もうそうですね、これはまあ大丈夫でしょうね。5番がちょっと注文がついてますけど、はい、7番があそこですからね、はい、行きましたねフレン。でもあそこはやっぱりちょっとしたこう流れをもう一気に行きたいっていう部分でしょうかね。だからセーフに自信があったんでしょうけれども、はい、まあ手玉が多分全然違ったんでしょうね。なるほどね。まあ全然厚かったですもんね、厚いのね、はい、まあここは少し嫌なところですが、ここはどうですか？もう問題なくいってますね。全然どこもポジションミスしてませんね。はい、列車がかかるような力加減とか、はい、ショットとかがないですからね。うん、この力加減もまあ非常にまあ、入れるのはもちろん難しいんですけど、力加減は楽ですからね。はい、まあこれはもうブサマンテ選手の勝利って言ってももう大丈夫ですよね。はい、ナイスですね。もうナイスゲームですね。これは。総評としては永田プロどうでした？もちろん世界最高のレベルですから、まあもちろん。もうナイスゲームでしたね。やっぱりお互いのクッションセーフティーもうふんだんに出ましたから。そうですね。決勝も楽しみになりましたね。決勝はソケットですから。はい。まあブサマンテこれ調子いいですからね。はい、まあ調子いいブサマンテがまあエフレンを下したというところだと思います。はい。この後決勝になります。永田プロありがとうございました。ありがとうございました。